見てー、こんな可愛い子いる？日本の皆さんこんにちは、アズサバービー日本語チャンネルです。もうね、めちゃくちゃ間空いてしまって申し訳ないです。やっとバービールックスご紹介した時の動画の吹き替えていこうと思います。ちょっとね、画像悪くてごめんなさい。これ間違えてフィルターかけたまま撮っちゃったんですけど、でもせっかくなんでね、ご紹介していこうと思います。なぜならこのバービールックスシリーズ、もうね、ライブとかではご紹介してたんですけど、本当に素敵なドールなんですよ。で、日本だとね、まだまだこれからゲットしようかなって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うので、ご紹介します。ゆっくり見てってください。ちなみに、もうアメリカでももう完売続出してます。私はちょっと個人的には再販されるのではないかと勝手にね予想してるんですけど、わからないですね。別にこれ限定モデルとかね、そういったわけじゃないので、台数制限、生産にね特にないシリーズなんで、後から再販される可能性は全然あります。ちなみにこのバービールックスっていうシリーズは、まあバービースタイルインスパイアの感じですね。お洋服は黒と白ですごくシンプルで、箱ももうめちゃくちゃシンプルになってます。っていうのが、もうこれ開けて自分たちでスタイリングするの前提の感じなんですね、なのでもう箱とかはあまりコストがかかってない感じ。ありがたいですね。たくさん買いたい人たちには、私を含めてですけど。で、1から6まで6体出てますので、ナンバーワンのこの子から、ご紹介していこうと思います。ちなみにデザインは全部ビルグリーニングさんです。いやー、もうビル、さすがだね。この子とかってもう、LA にいるよねって感じ。こういう女の子いる。見たことある。すっごい可愛いです。この一番の子はね、そうだね、顔は、そうね、私は1、2を争う勢いで好きですね。で、これね、今も見せてたけど、箱はね、シンプルだけど、開けるの前提なんて言ったけど、とはいえ、シグネチャーのドールなんで、ちゃんとドールスタンドと、サティフィケート、なんていうの、保証書っていうのかな、ついてます。で、お顔がリナっていうモールド、新しいの。このね、バービールックスは6体全部新しいお顔のモールドです。すっごい可愛いです。この子はだから、笑ってないタイプね。だからちょっとこう、なんていうのかしら、生意気に見えるところが最高に可愛いんですけど。で、お洋服は黒と白でシンプルなんだけど、すごくスタイリッシュです。めちゃくちゃオッサーな感じです。トップスはクロップドで、上半分がメッシュになってて、で、下がアシメのスカート。超可愛いです。これはもうお持ちのね、お洋服といろいろスタイリングするのが楽しそうですね。で、靴も、これも新しいんじゃないかな。太めの、カフ、アンクルカフのスタイルのサンダルです。はい。で、ドールはもちろんメイトゥブムーブ、キュートにポーズですね。可動です。ネイルとかはしてないです。そういうところでね、コストダウンしてるのかな。もう、これがね、ナンバー2の子。で、私は、この子大好きですね。大好きです。私、基本的にアフロのドール、大好きで、アフロバービー出てると大体ゲットしてるんですけど、この子はそうね、カービーボディが特徴なのと、あともうお洋服、ジャンプスーツが超かっこいいなと思って、もうこれは SNS でね、最初見た時に、あ、もうこの子ゲットって即決めてましたね。で、ちなみにこれ私、今回、お見せする6体は、マテルさんから、いただいた6体になります。これね、また、フェイススカルプ新しい L っていうお顔。かわいいよね。唇がぷっくりしてて、とってもかわいいですね。お顔の輪郭も、あと、目もね、かわいい感じ。いや、かわいいね。こういうお顔のブラックの女の子もいるよね、実際。私、友達にいる気がする。
これジャンプスーツめっちゃかっこいいです。ホルターネックになってるタイプね。これちょっとオリジナルに着せたらどうなるのかな、ちょっと気になるところ、着てみたいね。あの腰回りなんかはちょっと大きくなるかな、後ろテープで留めなきゃいけないかもね。でシルバーのショートブーツ履いてます。でこの子がナンバー2で、ナンバー3の子がこの子、キットっていうお顔のモールドで、まあ箱のね上が開いてるの見ても分かる通り、体がプチ、小さいボディになってます。この子も人気です、アメリカではすっごく。あの髪がねまずかっこいいよね、ツーブロックで、お目目がこうちょっとねかわいい釣り目な感じに書いてあります。でこの時は私ねまだこの子は開けたくなかったので、箱開けしたくなかった開けなかったんだけど、でこのドール4番かっこいいでしょう。この子、この件はブレイズでしかも面板男の子のお団子してるの。髪の毛凝ってますね、かっこいいですね。で顔のモールドがジョンっていう新しいモールドで、このモールドもねすごくアメリカのコレクターさんからは人気ですね、新しい6種類のモールド全部人気かも。で靴はハイカットコンバースっぽいね履いてます。上はメッシュトップね。これちょっとパープルヘアの毛に、うちのねパープルヘアに着せたいですね。でお次がこのもう1体剣ね、剣が2体でバービー4体です。ちなみにねこれショーンっていう新しいスカルプ、そうだね60年前とかだとショーンっていう名前はモールドには使われないでしょうねきっとね。これビルっぽいよね、なんかあのビル自分じゃないか説っていうか、ビルっぽい。髪もかっこいいし、でカーパン履いてるのね。でスニーカーこっちはナイキっぽいね、かっこいいですね。あのこの間、日本のフォロワーさんにお見せした時はさっきのねブラックの方もの件も合わせて2体ともイケメンイケメンっていう声がすごいありましたね、かっこいいです。でこの子がナンバー6番の子、私この子一番好きかな、私この子今計3体持ってるんですけどあのもうお顔もお洋服も大好きです。この子めちゃくちゃ可愛い子です。プラチナブロンドで、ボディがトールです。背の高い子ね、可愛い、やばい可愛い。スキントーンはもうかなり明るめのお色です。で、顔のね、モールドが最高に可愛いなと思って。この子は、ローレン・グレイちゃんだっけ？似てませんか？あの、口ね、開いてないで笑ってるんだけど、でもなんかこう、ちょっと笑ってるような、感じのするスイートな感じがありますね、このお顔のモールド。他のスキントーンでもどんどん出してほしいなって。こんな感じかわいい。このお顔はもう日本の方にも人気出そうなお顔ですよね、ちなみにビクトリアっていう名前のモールドです。でお洋服がこんな感じね、かわいいよね。これ私ミニミ用にピンクにちょっと染めてみたいなと思っております、ちなみにお洋服染める時、まあ、私はファブリックダイで染めるんですけど、素材によってね化学繊維と自然天然繊維で分かれてるんですけど、綺麗に染まる時とそうでない時ありますね。いやこれあとブーツもめちゃくちゃ可愛いですね。私こういう形のブーツ実際に自分がよく履いてます。好きですね。こういうちょっと太めのプラットフォームのブーツ可愛い。で髪の毛は結構長めのプラチナブロンド。いやこの6体は本当全部おすすめです。特に箱出ししてバビ取りしたりとか自分でいろいろ着せ替えたりが大好きなコレクターさんにはもう絶対おすすめです。買って後悔ないと思います
で、そうですね、新しいフェイスモールド、あと可動ボディ、その辺ポイントですかね。最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタースティックでバービーな一日を今日もお過ごしください。明日バービー日本語チャンネルでした。